はい、ジャンサクテレビご覧の皆さん、こんにちは。本日実況解説を進めさせていただきます。チキンラーメンはナビより丼派の日本プロマージャン協会の田之内翼です。よろしくお願いします。丼派。やっぱ丼の方が美味しいんですね。丼の方がね、もう絶対美味しいです。皆さんぜひ、はい、ご賞味あれ。一回に何個食べるんですか。一回は4個ぐらいですかね。4個か。4個はね。さすがだな。勝てないマージャンで。4個チキンラーメン食べる人には勝てないです。というわけで、もう喋ってしまった。すいません。はい。はい、では、シーズン2となりました京都グリーンリーグですが、京都グリーンリーグとはどんな対局なんでしょうか。京都グリーンリーグ法律事務所代表弁護士でもあり、最高位戦日本プロマージャン協会の津田武弘プロに、高弘プロにお尋ねしましょう。よろしくお願いします。すいません、申し訳ございません。高弘です。マージャン大好き弁護士、高弘津田です。よろしくお願いいたします。はい、はい、まあ、京都グリーンリーグはね、本日も寒さを吹き飛ばす男だらけの麻雀大会ということで、本日も女性は一切映りません。はい、最初に言っておきます。この先7時間女性は一回も映りません。はい、残念でした。もう言っとくとね、もう、ね、花がないとかないと仕方ないんだもん。そうそうそう、男子校ではないですけど、男子校のノリでね、はい、イケメンマックも昨日ユウさんいたからな。そうですね、はい、今日もあの控室ではまた何キル談義でね、何キル談義で花を咲かせ、はいはい、打ってね、はい、打ち上げしてというだから、皆さんにね、ね、関西ではね、もうダントツのレベルの麻雀番、メンツを揃えてますので、いい麻雀を見せたいと思っております。はい、はい、はい、というわけでもうね、これ落ちちゃうんで、どんどん行きましょう。行っちゃいましょう。はい、行っちゃいましょう。選手紹介、じゃあまず1位から行くということなんで、まあ、先月ながら私ですけれども、はい、はい、どうすか。いやどうすか言われたら、もう正直に答えると、気持ちがいいですよね。気持ちがいいですよね。これだけの方とやったってね、まあ、短期戦とはいえ、これだけのポイントを持てたというのは、うん、この先ね、競技麻雀続けていく上でも嬉しいなと思うんですけど、ね、うん、ただまあ今日もね、一生懸命打とうと思いますんで、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次、現在2位の角谷さん、お願いします。はい、はい、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、自己紹介お願いします。はい、日本プロ麻雀協会角谷陽介です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、開いてます。純ジャン王ですよね。全然です。純ジャン王。純ジャン王。全ジャン王、純ジャン王。あ、全ジャン王、純ジャン王。そういう言葉があるんですね。まあ、そう、ライジャン王という言葉。はいはい。ライジャン王。ライジャン王。ライジャン王。だって、今でも純ジャン王みたいな。はい。純純ジャンはちょっと厳しい。厳しいですね。ちょっともう。はい、ライジャン王。ライジャン王。そうですね。ライジャン王予定。この後もね、ライジャン王予定の方来られてる。ライジャン王ってなんかあるじゃない。なんとか戦隊みたいな感じ。そう、確かに。響き的に。ですね、まあね、来季もね、多分決定戦やる。そうですよね、お二人はもう、協会を ね、まあ、はい、ね、こんな感じで明るくしていただいてますけど、麻雀界ではね、はい、もう、協会を、まあ、ね、背負って、ね、協会を代表するって言ってらっしゃるんで。福谷さんも、今回も200ポイント。そうですね。そうですね。はい。まあ、なるべくね、ちょっと守って、はい、守ったことないんですけど。あ、守備得意ですか、やっぱり。あんまちょっとやったことないんでよくわかんないですけど、まあ、大体その、まあ、ラス取ったとして別宅の人がトップ取っても、そうですね、2位で迎えることが多そうですもんね。そうですね、あんまちょっとね、そういうの本当に苦手なんですよね。4分の1引くの結構得意だと思ってるんですけど。はい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 。こんな負け方しないだろうみたいな。そうそう、そういうのは結構得意なんで。いや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 、そんなんね、縁起でもないですから。はい、昨日もね、鈴木優さんはね、もうリスクの前倒しってかなりアグレッシブに打たれたんで、そうですね、やっぱ見てみるとね、結構みんな思ってたのと違う打ち方とかね、あるんで、いや、ね、勉強したいなと。いや、でも普通に通過したら2通過ですからね。2通過したらこれは準決勝映画面白くて、いや、角谷さん、鈴木太郎さん、サイコロさんで、篠さん、篠さんすごいですよね。篠野さんはちょっとなんかげんなりされてましたね、昨日の飲み会で。まあ、もちろん通過して嬉しいんだけど、また太郎さんかって感じで、解説不能ですよ。でも多分もう解説者も、名前もなんかサイコロ太郎鈴木太郎ってことか。そこですね。素朴な4分の2で太郎ですよ。ほんまや、ね、その宅に角谷さんと千野さんが入ってユウさん入っとけばね、
本当に優さん入らなきゃよかった、本当。もうめっちゃややこしい。鈴木優、鈴木太郎、サイコロ太郎みたいになるから。もうなんか、太郎って言ったらっ、そうそう、だから鈴木太郎さんなんか違う名前で出てもらわないと。はい、ということになってしまうんで。はい。あ、でも決勝そうなってしまう可能性があるまあ、ありますよね。鈴木、杉太郎、太郎。鈴木優、鈴木太郎、サイコロ太郎。そういうの角谷さんが負けてる前提なんで、そ、ね、そんなことないです。そうなんです。そんなことはない。よくわかんない。結構そうまあちょっと喋り込んでしょ。あ、すみません。意気込みだけ。はいはいはい。意気込み。はい。まあ今日もね、サボらずに頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、打ち方紹介するんで、現在7位の方。はい、松井プロ。松井。ね、3は6位じゃなかった。あれ松井じゃないか。順平さん。順平さん。今村さんです。今村さんお願いします。はい、します。自己紹介お願いします。はい、最高戦日本プロマージャン協会、今村純平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全チャンプ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 。全ディフェンディング。ディフェンディング。ディフェンディング、今村。ディフェンディング。何や、16回戦目にして初トップですかね。あー、めちゃめちゃエンジンかかる遅い車みたいですね。そうなんですよ。ちょっとご体調がでも。まあまあ、悪くはないですけど、ね。悪くはないよね。今日は、まあでもどんな感じで。今日はね、まあその、リーグ戦的にはそんなにやることはないんですけども、まあ配信対局なんで、今見せればいいかなと。そうですね。で、18回戦になればね、あの賞金が一応ね、はい、出るので、はい、しっかり今村さんの麻雀を見せていただければと思います。6万点、6万点で何か起こるかもしれないんで、一旦はそれを目指しつつ、はい、まあ、それでもそんな内容は崩さないように頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと、サクサクいかないで、昨日もね、すごい遅い。次の人はどうしようかな。はい、あ、次の人次の人はい、はい、次の患者さん、はい、どうぞはい、マイナス450の朝ピンです。はい、はい、そうですか。はい、お腹が痛かったですか。なんでしょうね。ちょっと角がメンヘラです。なるほど、じゃあもうね、薬を飲んでゆっくりしてください。はい、まあ、練習しましょう、マスカット。まあちょっととりあえずね、1回戦はもう見せる麻雀打って運を貯めて。そうですね、2回戦に爆発させる。そうですよ、うん、いい麻雀見てください本当に、はい、あのね、朝ピンさんのね、あのファンは本当に多いんですから、世界の朝ピンさんなんだけですからね。ちょっと宇宙を見せたいと思います。あ、宇宙を。何すか宇宙で。いや、あ、決まった、やっぱり。アサピンさんの宇宙を田之内さんが解説する。グリーンリーグにしましょう。宇宙って何すか。いや、見せれるはずの2回も点を取るんだから。ちょっとコスモ、コスモ、じゃあもうね。コータさんと一緒に出てみよう。皆さん、アサピンさんの宇宙を見せていただきましょう。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあもう私も行きます。はい、じゃあ選手の方は、あの、準備お願いいたします。はい、もう、名橋で呼んでください。え、そこに座ってる。じゃ、じさんしかいないんだけど。そう、次期ジャンオの小室さん空いてますよね。次期ジャンオの。次期ジャンオの小室さんが。あといる人が、よし。松井さんも。松井さん、お願いしていいですか。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。1回戦はこの3人で。そうですね。なんか誰が実況とか解説とかもなくなっちゃってない。ゆるい感じで、はい、ゆるい感じやね、対局をお伝えしたいと思いますが、なんか見どころとかありますか、この17回戦。ポイント的には全然見どころないっすね。ないっすけど、ね、ないんですけど、まあ、ないっすよね、確かに。フラットのね、1回戦と同じような感じで、それぞれ打てると思う、うん、あ、角谷さんが。そうですね、角谷が何やってくれるか。そうですね。うん、で、18回戦だけ賞金もあるんで、その半ちゃんの、うん、独立したような感じでね。感じですね。と思いますが、アサピンさんのね、コスモかなんかよくわかんないですけど、ガイアかなんか知らないですけど、コスモガイア、まあ、よくわかんないですけど、なんかすごい変な横文字がいっぱい並んでて、ちょっと理解できなかったんですけど、え、コメントで、いや、さっきなんか言ってた、あ、宇宙を見せる、宇宙を見せるって言って、なんですかね、宇宙って。ちょっとまあ彼のね、その次元の違った麻雀がね、なんかあの宇宙から5人で麻雀の対局で攻めてきたら、日本で、あ、なんか言って書いてるね、5本の指に入れるように、そうそう、頑張るとかや、その時に代表になれるようにで、30代を、そのなんかすごいシチュエーションがそのすごいですよね、なんか、うん、そんなの考えない、いや、なんかすごいなと、麻雀星人が攻めてくるとか考えないですからね。そうなんですよ、なんか大阪って感じらしいですけど、コメントが。僕ですか。なんか松井さんも小村さんも、うん、もう大阪っぽくていいんじゃないですか、まあ、今回でもコメントを拾っていくとかもありですよね。いや、コメントはちょっと多めに今回拾っていきたいと思うんで、皆さんどしどしお願いいたします。はい、多分対局の準備はもうできそうな感じですかね。始まりましたね。始まりました、始まりました、早い。
角谷ですね。はい、ちいちゃから、角谷。うん、角谷、うん、今村。なんちゃ今村。シャーチャーサッピン。ペチャツダーですね。はい。ド、は、ラ、いうん、が、ウッピン。角、うん、谷さんは一面つ。あ、白馬統一ですね。大三元。大三元、うん、確かに。一応見そうですよね。見るんじゃないですか、角谷は。なんちゃ今村が、うん、トンが統一ですね。うん、メンツはゼロ、統一が3統一ですか、うん、はい、アサピン。あ、ここ、ね、あ、これで2メンツ。2メンツです。あ、ここも2メンツ。いいですね。ここも1メンツか。うん、悪くないです、ね。津田さん。あ、もう早速。早速。まあ、やっぱり染めていくんでしょうね。そうですね。想像でいく感じですかね。ね、うん。こういうね、角谷さんの仕掛けね、どう対応するかって結構。どうしたらいいんですか、僕は対応して、その、本一っぽかったその色から被せていく、ね。なるほど。先に被せて。対応してですよ。対応しながらはい。でもその、もう絞ったりすると、もう後から、ね、そうですね。出なくて。そう、そういう感じになりますよね。し、そんなに都合よくね、あの、手配が。できてるわけじゃないと。なくて、泣かれることも少ないと思うので、うんうん。リーグ戦でもそういう局面よく見ますけどね。うん、そうですね。でも、思ってるより整ってますね。この、僕の、角谷さんの手配を見るからで。いや、今なんで意外と良かったです。1メンツあったんで。1メンツしかないよ、マンマント想像が1メンツしかないんで、かなり整ってますね。おっと、ええとこ引きました。ここ。これ、整ってないでしょ。いや、角谷さんの仕掛けのレンジの中では良い方です。良い方ですか、良い方です。ブレ幅多いんですけど、良い方に、あの、値しますね。まあ、朝ピンがもう、いいシャンテンで、くっつきのピンフのテンプレですね。なりますね。一瞬って感じたことなど。あ、そう、角谷さんと打った感想。あ、泣いた。三、うん、え、何スーピン。いや、もうすごいよね、こういうの。これね、まあでもこう、やっぱりフォロー数が増えると、やっぱ威圧感というか。うん、確かに、あるんですよね、うん。やっぱ。打ちにくくなりますよね。そうですね。まあ、ドラーもね、ピンズなんで。そうですね。こうなったら。上がった時にマンガン確保しないといけないんでね。なんか、もうビビらすためにはピンズか自敗1個余らしたいですよね。うん、そうですね。まだ嘘とかのうちあるんですけど。早めにね、角谷は。やっぱ2フォローしてもやっぱこれはまだ、まだだろうなって思っちゃってるんですよね、うん、確かに。余らせれる余裕はないっすけどね。あ、一応、チューン切りましたね。チューン切りましたね。チューンは握れか。まだちょっとね、弱いっすね。その、圧かけれるには。あ、ここでリーチ来ましたね。メンピンのサボロソでリーチですね。はい、サボロソいいっすね。あの、どこにも見当たりませんけど。8枚山ですか ?8 枚山、うん、もうすごいね。あ、1枚切れてる。1枚切れてる。まあ、即掴みしましたね。まあ、大体即掴みしますね、誰かね。うん、だって、サボロッソ8枚ですもんね。しかもこれ、津田さん何切るんですかね。パーピンが現物。パーピン現物ですね。うん。パーマも現物だけど、まあまあ。まあ。パーピン、チーピン打って、ローソとローマンでもう1面積求めるような感じですかね。うん、まあ、やっぱ一発がね、うん、そうですね。最初一発で打ちたくないですもんね。うん、これでまあチーピン、チーピンは打てる。やっぱ一発回避すると、いや、まあ、現物はパワーワンしかないんですが、あ、パワーワン、パワーワン、おりました。なかなか来た。まあ、ウッパソもね、そんな弱くないか。結構慎重ですね。そう、丁寧にいってますよね。うん、なんか、アサビンが今日すごい勝ちそう、うん。予想。宇宙が見れますからね。うん、宇宙、まあ、とにかく面品なんですけどね。もう、ちょっと、いいシャンテン。お、角谷はいいシャンテンになりました。今村さんはちょっと。今村はちょっと厳しいですね、これ。厳しいのは安牌が。安牌もね、トンないんじゃないですか。トンいっちゃう。ション牌ですもんね。うん、あ、ちょっと話しましたね。はい、順当なつもりです。そうですね。そうですリーズモピン風。700-1300ですね。いや、ドラが一つあるね。ウーマンが。ウーピンがドラで、ウーピンリーチなので。はい、ドラがないくて、はい、ウーピン700-1300のつもりです。津田さん、ポイント的にはね、ラスラスでも準決勝いけるんですけど、うん、結構、うん、慎重な立ち回りしてましたね。うん、そうですね。一発目打ちたくないんで、まあ、パーピン打って、その後押し返すとかは結構ありそうだと。まあ、何打っても許されそうなんですけどね、まあ、はっきり言って、親以外に。親以外にはね。打ってもいいんじゃないかなとは、いう感じには、ノーポイントは持ってるんですけどね。意外と慎重です、ね。慎重でしたね。角谷さんとかだったらね、分かるんですけどね、ポイント的に。そうですね。ラスラスはちょっと避けたい。うん、と、二曲親が今村。ドラが9ピンです。はいはい。うん。いい顔してますね、今村さんね。いい顔ですか？いや、いい顔じゃないですか。いい顔ですか？いい顔でしょ。あ、結構いいっすよ。まとまった。チュンチャンポイ2面使ったんですかね。お、これこそ、これは、あ、白白チュンチャンポイ。わ、大三元。大三元。やっぱ、役々が統一の時はね、うん、もういい班をつけたくて、ドラが9ピンで、まあまあ、カンチャン
みたいな感じですけど、うん、使えそう。須田さんは1面です。カタニはもっとピンズが多いし。みんな悪くないな。いいシャンテン。親の嫁はいいシャンテン。どうですかね、リャンパーマンいたら、リッチ行きますかね、イソトペ。見ちゃうんじゃないですか、もう。ね、小さいこっち、面ピンですもんね。そうですね。あんまり。ピンズをちょっと見たいですね、ピンズ多いんで。そうですね、ピンズ、ね。ここが圧倒的に速い。あ、これでピンフレーム。はい、完全にシャンテンですね。はい、圧倒的に速いですね。圧倒的ですね。コメントは来てるな。小室は高春、太郎、どっちを狩るの？いや、どっちに狩られるのですけど、どっちかっていうのも、大井さんと当たりたい、打ちたいですね。あの、太郎さんとアリーグ戦で、ああ、打てまた打てるんで。確かに、確かに確かに。大井さんとね、打てる機会なんで。ないです、ね。お、初ヒット、初ヒット、初ヒット。本当や。ざわざわざわ、やばい、ね。ざわざわ。で、博士潤が、キューピーってドライ、ハクト潤が一番いつ打てる人がいて、ドライ来ましたよ。あ、これポンしてポンして、あんまりこのなんかね派手にしたくないですよね。確かに、うん、確かにウーワンローワンでドラッキってリャンゾーか、ちょっと迫力ありますね、うんうん、トイトイもトイトイの方があるとしたら、本一じゃなそうやったトイトイの方があるとしたら、うん、ドラも切っちゃってるんで、いやこういうのはあであのパーマン強い、でもさすがにこれはやっぱパーマン強いっすね、強いっすね、さすがに、ね、5枚か7枚山ですね、まあこれはでも朝ピンは押しますよね。もう降りないですね、うん、多少は。やっぱり、あ、久谷さんも降りないですね、これは。ピン地位して、まあ、急速ローソー切って第三元、ね。とりあえず急速ですね。むしろリーチ来てラッキーぐらいですよね、白と順飛べない人がいるんで。津田さんのこの白は白で出そう、ね。出ましたね、出た。お、出そうテンパイ。テンパイしましたよ。順が山に1枚、久谷さん持ってるだけ。リャンパーマンが6枚です、山に。1対6。さすがに。さすがに。宇宙見てるか、宇宙。コスモってこれのことだよ。コスモって。あ、ここに1枚。1枚吸収された。吸収されましたね。しかしね。旬でしょ。やっぱ、枚数の。あ、まあね、さすがに2目に受けない。まあ、それは無理です。ポジションで2目受けたらちょっとビビりますもんね。無理無理。さすがにちょっともう失望しますね。失望。いや、確かに。マイナス400ポイントで、あの、勝負3件受けてる人いたらもう、引きますよ、見てたら。角谷さんどうするんですかね。ここからまだちゃちゃ入れるほど元気なんですかね。いやいや、ないんじゃないですか。さすがにチュン持ってるんですからね。いや、チュンは持ってる。何を打てるの、でも。打てるのは、ウーピンが通ってるんで、筋のリャンピンとかですか？まあ、その辺あたりだけですか。うん、そうですね、うん、筋のリャンピン。リャンピン、リャンピンか。かなぁ。今、3ワンだ、やる気だ。やる気なの？やる気だ。3ピンタチュン切るとか、そういうパターンですか？でも、チュン切ることはないでしょ。ないでしょ。さすがに。あの、2位、守りたいって言ったよ。さすがにですね。いや、これで、いや、カネさんはでもね、こう、なんで、いい意味に悪い意味で期待を裏切ってくる、うん、ですから。3ピン引かないかな。3ピンならパーマンパーマンとかね、で放置するかもしれないですね。あ、そのパターンはあるかもしれないね。あ、でも、いやちょっとずつヤンパーマンが吸収されていって、いや、チューンはまだ。あ、テンポだ。パーマンだ。ウーピンは現物ですが。現物ですね。ローワン、ツー、あ、ワンチャンスだ、ローマン。あ、じゃあパーマン行くんですか、パーマン行くか、アップとしたら。うん、パーマン、そうですけどね。チューンは行かないよね、パーマン。チューンはね、パーマンで覗いて、補充ですね。うん。あーでもこれ、もうちょっと見たかった。メンピンラウラ。1万2000。1万2000。あららら。うん。どうですかね。角谷から今村に1万2000。あららら。なんか守りたいって言ってたんですけどね。そうね。全然やってることが。うん、まあ、第3に上がられるとね、丘取れないから、上がられないように前向きに行ったってことですかね。角谷さん、ここでラス引いても、まあ、まあ、ね、まあ、残るのは残るんですけどね。うん、でも、飛び出すとか。まあ、150ぐらいになると、なるとして、まあ、まあ、0点ぐらいで。あの、ラスラス引いて、いや、小室さんトップで直対とかになるのもめんどくさいですよね。西村さんと次。あ、そうか、次入れ替えもあるから。ああ、入れ替えか。そう、入れ替えもあって、ね、やっぱ2位と3位は結構違ってて。ね、だいぶ違うね。うん。そう、あ、トン3曲。じゃあ、角谷さん、打ってる場合じゃなかったのね。そうですね。余裕があるわけ。大体打ってる場合じゃないですか。そうなんですよ。いいですね、手配は。イメージ。さすがにね、あれ手配開けないですよ、サピンはね、もう、昨日の今日で。またでも、これまた、ワクワクチュンチュントントンでね、助されてるマンズの。そうですね。こういう時ね、結構、その、ぼかして打つ方が最近、
流行ってるというか、グリーンリーグ内でもね、すごい昨日たくさん見たんですけど、ぼかしてましたか。あの色をね、ぼかす人がすごい多くて、小村さんは、まあ、想像いっけど、ってなり、僕、うん、もう、満足ですね、満足、満足ですね。ターツをね、払うを見せると、やっぱ、警戒度も上がるんで、あ、ね、払うときも、話して切るとか、うん、工夫するってことですか。そうなんですよね。うん、今、リャンソスーソってあるけど、スーソは引っ張って、うん。うん、まあ、関数ピンターツね、手かけて、ペイも打ってますしね。うん。リハより後に、あ、これで9番ね、これね。まあ、ターツ足りてるんで結構やりやすいです、ね。まあそうですね。足りてるときは、やっぱそのくっつき、自敗とかの重なりも逃したくないんですけど。足りてないときは基本的にはバレてもいいから、残す人が多いですか、うん、それともそれでも。いや、残すんじゃないですか、さすがに足りん。なんか泣きたい、はい、自敗とかがあるときは結構ぼかしたいですよね。うん、もうやっぱポンにすごい比重がかかってるときは、うん。やっぱ両面ターツとか払うと、その、まあ太郎さんの言葉借りると、そのハンドのランクが上がるんですよ。で、そのランク上がると、やっぱ立ちは警戒度上がるんで、それを見せることによって字が打たれづらいとか、っていうのはおっしゃってましたね。最近はそういうぼかしもすごいやっぱ流行ってるんで、うん、もううかつにね、やっぱ、いけないですよね。あ、うん、こういうね、遊び今うっぴん手出しましたが、やっぱちょっとね、やっぱ仕掛けね、やっぱ砲打点の種なんだろうみたいな、ドラなのかなとか、ドラ打っちゃったんで。ドラがね、見えると、そうね、じゃあ、りゃ早く、本一かみたいな、トイトイか、感じはしますよね。普通はね、やっぱこの、ここまでうっぴん引っ張ってるってことは、やっぱ関連してるんですよね、3ピン切ってるんで、ピンの上の部分にね。うん、だけど今回はただ孤立牌で引っ張って相手の読みをミスリードしようっていう。あ、いいとこ投げましたね。これはちょっとやっぱチューン警戒されますよね。白ポンでやっぱ初引っ張ると、はいはいはい、これはちょっとね、やっぱ三原薬見ててみたいな。確かにチューンは警戒されますね。ありそうですね、うん、昨日もね、打ち上げでそのぼかしについてね、もう鈴木優さんと朝ピンさんとね、めちゃくちゃ討論してきたんですよ。長くなりそう。朝までかかりそうだ、ね。いや、もうね、収集つかなかったですね。もう、喧嘩です、喧嘩。大体このうちの、ね、もう警戒してますね、津田さんは。そうです、これは、でもやっぱ怖いっすよね。うん、やっぱドラ打ってて、やっぱ1000点、2000点って、まあ、想像しづらいので。まあ、でね、うん。あ、てか、テンパイテンパイで読みますもんね。うん、初か。初か。初、うん、ね、積もりったりとか、ね、ドラと入れ替えたんですけど、うん、なんか、一応第3ゲームやっぱ見てたんじゃないですか。一瞬はね、まあ、ポイント的には上がっ、ね、上がっても、まだまだ届かないけど、2曲連続第3ゲームテンパイを見せてくるみたいな。テンパイまで。あ、満足いきました。満足いきました。うまいきましたね。まあ、満足の本質に見えてると思うんですけどね。まあ、うまい。リーチが入りました。次のチーマ行くってことでしょ、間違いリアンウッピン。チーマ行くのかな、でも外したってことは、まあ、行く気満々なのか。カミちゃん、あ、そうですね。一三が両面だ。まあ、でも大三が見るんですかね、朝ピンさんね。ヤンピンどうですか。山結構いるんじゃないですか。あ、積もった。あ、積もった。積もった。こっちの積もった。まあ、はい、約本日の2400、2100、2100、朝ピンが積も上がりです、はい。うん。好調ですね。下位二人は。そうなんですね。うん、朝ピンはあんまりぼかさない派閥なんですよ、ちなみに。はいはいはい。結局バレるし、意味ない、みたいなことを言ってました。今回、あれぐらいはぼかすというか、まあ、まあ普通ですよね。普通にぼかせるんならぼかすぐらいですね。うん、ウーピン引っ張って、最後ポン、ポンなり、チー出しがウーピンだと、ちょっとぼけると思うんですよ。うん、やっぱウーピンってドラで、はいはいはい。危険じゃないですか、やっぱり。打った高いんで。リスクですね。そうなんですよ。そこ引っ張るかって、そうなんですよ。ぼかすにしたらリスク高い範囲なんで。はいはい、そう今ね、リャンウーピンになったんで、もし、テンパイがもうちょっと遅くなって、リーチ入って、テンパイ、自分がポンしてテンパイして、出ていくのがウーピンで、ロン。って言い出すと寒いですもんね。そうそう。なんで人間はやっぱりね、その守備も考えて、ウーピンは引っ張れないところをリスク取って引っ張る人とね、やっぱいろいろ。やっぱ本体上がるためにリスクを取って、そういう危険パイを引っ張るみたいな打ち手も結構いるんで。うん。難しい。それはもう上級者しかできないよ、そういう方は。僕はもうすぐ切ります。僕も切ります。広告をいただきました。広告。はい、ちょっと、これなんか見方があるらしいんですけど、僕で知らなくて、ちょっと僕もすいません。なんかサピンさんの応援。ありがとうございます。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございますですね。トーン3曲で、ドラがアサピン。あ、ダメ、ドラね、ドラがローソンの親がアサピン。間違えた。
ですよ、なんかアンコール。なんちゃ、なんちゃ。なんちゃですよね。うん、みんないいな、手配が。手配、両面両面ですよね、そうですね、角谷はもう。村もまあ、ぼちぼち。悪くはないです。ここも。宮下三色と、まあ、チーソーに伸びたとき、ソーズの、ね、そうですね、ソーズの考えながらですね。まあ、ちゃんととかもね、もしかしたら。うん。これで完全シャンテン。一応僕は角谷さんがラスになるのを一応ね、なってもらうといいんで、あんまり応援して、そこだけは応援せずに、むしろ朝ピン応援しておこう。それは昨日ね、すごいコメントで書かれてましたよ。書かれた。1回戦にその、ユウさんに負けろみたいなのを、うん、なんか清水さんにいっぱい言われて、うん、あいつはなんかみたいな。まあもうね、まあ。それは嫌いとかじゃなくて、ポイント的に、ね、まあまあそう、自分の勝ち上げのためにやっぱ相手の不幸を祈るっていうのはちょっとね。角谷さんが負けてくれて、僕が、ね、トップ取れば、順位が入れ替わったら、最終戦3組が。楽ですもんね、ね最終戦の話が。ターゲットにならなくて済むからね、確かに。先切りの話とかね、よくね、出ますよね。なんか昔は先切りして、出上がりできるように皮作るのが、すごい、めちゃくちゃ昔イメージなんですけど、うんで、次は先手重視でブクブクに受けるのがまた流行ってきて、うん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 、最近はまた先切りの文化がちょっと増えてきて、みたいな。うんうん、結構、こう、マジョリティって、その、なんだろう、ずっとぐるぐる回るというか、うん、時代によって。そうなんですよ。やっぱ川の強さとかもね、最近は意識する打ち手も多くて、うん。なるほどね。昔はよく言うてましたもんね、小島さん時代は。うん、そうなんですよね。結構、先手とかいた。いいとこ引きましたよ。2シャンテン。これも仕掛けも OK。テーマ的には、津田さんにしたらもう流すだけで OK って感じかな。そうですね。曲を進めていくと。なんか役割転配しても、なんかダマ点にしそうな、今までの立ち回りからすると、うんうん。まあ、ポイント的にもそうですよね。もう全然、それで十分なんでね。万が一もないぐらいなんですけど、なんか事件が起こらないように、丁寧に丁寧に打ってる感じ。そうですね、うん。別に子供のリーチなら振ってもいいんじゃないかなと思うぐらいの点数。ポイント持ってるんですけどね。今村から。あ、今村ですか。はい、イースーマン、メンピンドライチですね。一応ですか。イースーマン結構いいんじゃないですか。バニー1枚で手配が1、2、3、4。だから3枚やもんね。うん。うん、この順目の3枚やもん。あ、チーデン。チーデン取りました。チーピン筋で、パーピン。パーピンが3切れなんですね。3切れか、現物が。あ、このパーピン。あ、今パーピン。出た。あ、ロン。で、1000ですね。正解。成功ですね。今こっちにいるのが私、田之内と小室さんと松井さんです ね、 そうですね、うん、田の小室松って書いてますよ、ね、ありがとうございます。まあ確かに打牌のトレンドとかなんかやっぱありますよね、うん、まあ、教会だとやっぱ太郎さんがやっぱ一番なんだろうやっぱナンバーワンプレイヤーだったんで、うん、太郎さんの戦術が結構広まるのが多くて、うん、なんかありますよねその文化というか、うん、そのね、まあその太郎さんはずっとまあ、トップいますけど、あと小倉さんね、小倉隆さんの前の時やっぱ先生のねリーチ、うんうん、で教会の人はちょっと愚系の先生リーチ多いぞみたいな団体としてね、教会リーチとかちょっと言われたりはしてましたけど、うんうん、最近は変わってきてる。最近はそれあんまり言わないですよね。あのやっぱりリーノミの結構ね、あの愚系とかはならないように手組みするっていう、まあ、小倉さんは昔から多分そうだったんですけど、うん、それをみんな何でもリーチっていう解釈しちゃったりしてて、うん、まあ、うまいことを戦略として使えてなかった分が、うん、最近そういうのもちゃんと使っていて増えたんじゃないかなと、うんうんうん、って言いながらも、まあ、僕結構リーノミの具形で何回かリーグ戦でリーチしちゃってるんですけど。まあ完全に楽じゃないですからね、やっぱ先生だった場合はね、うん、でトーン4曲、うん、親が津田ドラがニャンピンです。ちょいちょい麻雀の方を拾っていきましょう。教会押し返したら手を高くするのがブーム。最近打点重視ですよね。打点三色とか、なんかそうです。すっごいみんなかなり打点寄りになりましたね。打点重視ですよね。うん、津田これでダブトンとチュンが取ります。これは三ピンドラがリャンピンと下三色見てカンパストを払う。なるほど、ね、うん、まあ、カンパストの景色いいんですけどね。ローソウソとキューソミっていう人がいて、うん、そうですね、上の方難しいですね今。やっぱ仕掛けて1万2000ベースでいくとやっぱダブトン、うん、チャンタドライチとか、まあ、チュンチャンタ三色ドライチとか。ですかね。お、朝ピンは急速急速。ここですね。これは。こういう急速見せると、7球払いって、外、うんうん、内から切ってるのって、その、さっき言ったんですけど、ハンドのランクで言うと、高くなるんですよ。うんうん、やっぱカンパッソ、馬強のいいカンパッソを内から切ってるっていうのは、はいはい、
でもただ、白髪って切ってるんで、トンとかチュンとかに警戒いくというよりかは、リーチ来そうだなっていう風に立ちは受けてると思います。そうですね。早そうに見えますね。確かに。9、7だったらね、まだそこまでって感じですか？ちなみに。ん？ 7、9じゃなくて、9、7だったら。9、7でも、カンパスの馬強がいいっていうのは、うん、まあ多分、馬強ちょっと見る人からしたら結構明確で、その馬強のいいカンパスを払うってことは、他の具形だとあんま残ってなさそうだなとか。うん、一品引いてそう、ね、まあ、これぐらいの、まあ、打点はここまで高いのかっていう形ですけど、いいシャンテンぐらいになって、この3万とかでもいいシャンテンだな、みたいな。いや、もう早そう、うん。親の現物は持ちたいなって思ってます。自分の手が悪かったら、確かにこの段階で安牌持ちたいですね。うんうんうん。K 点はね、流行ってますよね。うん、あの、競技マージャン界でもやっぱ K 点の評価って結構見直されてると思うんですよね。K 点は、よかったよ。K 点の文化。僕、たとやさんはすごい尊敬しててディスってないんですよ。この、あの、こうかさんだと思うんですけど、この顔文字。たとやさんは、あの、すごい尊敬してる。でも、たとやさんやっぱ、あの、打ち方を、まあ、真似してって言ったら、真似できるかわかんないですけど、三色とか一通とか、高打点つく手組み、うんうん、結構、真似してる人多いと思うんですけど。たとやさんはね、ちょっとやっぱ、うん、天才派というか、そうですね、あのね、決まった時にすごくかっこよく見えるのよ。見よう見まねすると、ほんと怪我するというか、ダブトンあんこ。おぉ、これはもう、フェイクにかかってしまいました、すみません、まんまと。わ、ダブトンあんこで関連素払って。私じゃない。すみません。本人登場です。関連ピンね、ちょっと、やっぱ、ピンズ高いですもんね。そうですね。しかも、2ピンドラなんでね、外しますか。さすがに嫌なんですけど、ね。2ピンに変化して。関連は残すのもありそうなんですけどね。うん、ね、ダブトランコなんでね、面前でテンポにしたら、あ、嘘でローンですね。はい。菅から、朝ピンに1000点。まあ、1000点なら、という感じですけどね。うんうんうん。乱入します。今日は早い。まあ、昨日は1回戦に、ね、17回戦の1択目が20時間かかって、昨日もポイントはやっぱりいろいろあったからですかね。なんかね、すごい長引きましたね。まず飯沼さんがすごい連チャンしてみたいな。そうですね、飯沼さん連チャンして、ゆうくんがちょっと振り込んで、また持ち直してるみたいな感じでしたね。そうそうそう。そうなんですよ。さあ、角斎さん。ドラがシャー、ドラはシャー、チュンが統一の、スーマンドロスは3統一。お、ここはドラドラで、お高値のトンガンコ。なんじゃこりゃ。こういう時は仕掛けれる手組みにしたいんですけどね。ピンズに行きそうですね。ピンズに行くんじゃないですか。うん、あ、でも、まあ、面前のリーチ手順もね、今2面図あったんで、うん、まあ、スーソー引けばもうくっつきテンパイなんで、うん、そっちを選びましたね。うん、まあ、どっちも行けるように、とりあえず1打目ペイから。うん、どっちも行けるようにですよね。うん、まあ、やや多分面前、面前ですかなって気はするんですけどね。嘘からもう行っちゃう人とかもいそうですもんね。これでどうですか、嘘。あ、ここで三蔵。うん、三蔵。これであれですね、あの次、嘘を切るタイミングは、できたら話したいと、うん。話したいですけど、ここまで手材料が揃ってないと、やっぱ字の角成りが致命傷になっちゃうので、三蔵っていっちゃいそうな気がします。素直に払っていった。うん。まあ、これ普通なんですけどね。うん、普通ですね。普通です。普通、普通。まあ、もうテンパってるじゃないですか。津田さんが役立ちでいつもにか。これは外しますか、まあ、馬が単用にしたいですよね。そうですね。街、うん、も悪いですし。うん、ここが。おっと、いいとこ聞いたね。いいですね。6球ピンターツできて、まあ、ドラはなくとして、6球ピンもチーズね、バーに2枚出てて。あと3ピンの食い伸ばしとかも、はいはい、全然ありますよね。ありますね。あ、9ピン。ここが負けないところです。角谷さん、絞れないですもんね。何すか、技術的な話ですか？違うよ。何すか、あれじゃ、点数的にじゃ、点数的に。親だし、休みの親だし。親だよ。びっくりしました。休みの親だよ。技術的って、面白い。いやいや、なんか、技術的な問題は発生してないですよ。勘弁してくださいよ、その選手は。びっくりした、今。ジャン王様ですよ。全ジャン王。リーチ！パンチーマン。馬強が、いいと思ってるんですか、チーム打ってる人と。1枚出てますけどね。まあ、そうですね。角谷さん行った。角谷さんも行かざるを得ないから行ったって感じですかね。まずチーして筋のパーソン。うん、うん、今村さんも、もう、
行きますかね。行くんじゃないですか。まあ、手配的に押し返すにかなり見合ってる手配なので、うん、見合ってますよね、点数的には。やっぱね、ドラがね、やっぱ強いんですよね、この興味前の赤もなくて。大体シャアって自分が2枚持ってると、リーチは大体ドラ持ってなくて、うん、ドラないとね、そんな強くマンガンとかって、3色とか、3つとかって、そんなにね、ならないんで、やっぱり。いや、早くね、絡めないと、ならないですよね。そうそう、こんなメンタルペーコとかね、かなり。うん、これ数万通ったから、チーマン浮いてる人からしたら出そうだな。浮いてる人は出そうですね。福谷さんとかは出るし。うん、アンクイーシャンだ。何じゃないよ。シャーか。うん。普段は結構まだまだ苦しいですね。そうですね。厳しいですね。うん、あ、スーワンもなるかどうか。いや、何も壊して助かる。でもまだあれ。あ、ポンスか、ポン。ポンしてユーワン・リャンワンね、チュンとカンさん。カンだ。カン。カン。カン。結構リスキーですけどね、うん、この街で、この持ち点だと。うん、まあ何やってもいいんだよね、でも。うん、そうですね。何やってもいい、ね。あ、ローピン、あ、じゃあ、下茶が角谷さんか。どうします？角谷さんからしたらすげえ嫌な感じですよね。打って8000とか打ったら、ね。そうですね。ハコラスはね。ハコラスだけはね。ちょっと嫌ですよね。うん、避けたかったみたいなのが。目の前になっちゃう。トータルポイント的に津田さんからここで変な、そのしょぼいっていう、街も打点も、どっちもともがないのリーチってくることほぼほぼないんで。やっぱね、打った打点が高いか間違いんで、うん、結構致命傷になりえそう。このキーマンはね、上の方3色とかもなさそうだし、うん、9万切ってあって、うん、やっぱ1個アンカン入ると3色率すごい下がりますよね。だってもう残りの3面とか全部3色ないと9枚くなんで、ただまあ噛んでね、ドラもね、本当だ、オモドラも、オモドラのシャーと一品、そうだな、まあ、津田さんに関して言うとね、もうラスラスでもまあ問題ないですけどね。問題ないですからね。全然問題ないです。あとね、本家と違って準決勝にはポイント持ち越さないので。うん。うん、おっと。とりあえずね、3位でもいいから通過したら。そう、そう、3位とね、4位が天と地のほど差があるんで、うん。私は4位でした、昨日。お疲れ様でした。はい、全然いいとこなくボコボコにされて、なんかいけそうな気がするとか言って全然ダメです。ちょうど下がったです。すいません。サミンね、イシャンテンなんですよね、うん。シャアとウーマンのくっつきですよね。あ、積もった。積もったチーマン。ミニズモ、タニヤオ、イーペーコ、オラオラチャンスがいっぱいある。ないか。ああ、まだないか。はい。まあ、2004戦の積も上がりですね。これで一旦2着目。タニさん、これ親落ちて、親首と親落ちたんで、結構ラス、はい、濃厚みたいな感じになってきましたね。小室さんが今、ガッツポーズしてました、今。いいぞ。ガッツポーズまではしてないけど、いいぞって言ってますもん。いいぞって言う。すいません、僕の応援してくれた方へ、ちょっと痛みたいですけど、全くダメで、申し訳ないです。うん、何、2曲？親は？小室さんお嫌いになりました。そう、でもこの、清水さんが、これめちゃくちゃ、タロウチがよっしゃーとか、下打ちしてたとか、めちゃくちゃ言われて、本当にもう、あ、本物ってそういうやつか。小野さんそういう人です。いや、違いますよ。他人の不幸は蜜の味って言って、いつも、これでご飯5杯いけるとか言ってました。田之内は不幸なくても5杯いけるだろ。不幸は飯がうまくならないですからね、別に。引退、これ別の人と引退する人。小室違い。本当だ。事件ありましたけどね、小室事件は。親が今村。それがパーマン。うん、良さそうな人いました？今村さんが2メンツあったんですね。ここもまず。にいいじゃないですかね。そうですね。うん、2メンツと頭もあってメンツにやめに行こう。あと、まあ、いいシャンテンですね。いいシャンテン、はい、うん。今村さんはまあ、最低でもこの半チャトップは取りたいと思ってるんですね。まあ、そうですね。目標は多分、そこまでしてるでしょうし、ね。まあ、それ以外することないですもんね。うん、とりあえず親で連チャンする。さんね、3着目ともね、2万2、3000点入ってて、親がなくて残り3局。まあしんどいですね。もうラスはもう確保しないといけないですね。2回は万が以上クラスをあるといけないんで。うん、特に同卓者の着順操作したいとかもなくて、ない、そうですね、ないんで、まあ素点回復に。まあそれが一部、うん、それしかできないかもわかんないですね、簡単には。うんね、ちょっと縦、ゴツゴツ、まあでも遅くて、まあ、素直に親番なんでね、うん、6、3を縦と
ゴツゴツしてますね。ゴツゴツしてますね。うん。まあ、取り捨てはね、絶対保留しますね。うん。ドラ、ピン。安牌もとかもね、残しながら手進めようかな、みたいなことを考えてる、うん。うん。さっきの漫画のつもはね、かなり、うん、ね、もう。落ち着きますもんね、さっき飲んで。うん、あ、これまた。ちっちゃいと決めましたね。2222だったんですけど、リャンピンが2切れだったんで、うん、もう3色同行諦めて。なるほど。はい。チートイツに決めました。他には、あ、イーソー切った。あ、このチートイツ。メンタンチートイツ。チートイツ見ましたね。うん、まあ、スーソーは採用しようとかそういうのあリーチです、ね。あ、リーチ。ウッパーマンイーソー。はい。うん、イーソー1枚出てるだけ。うん。で、ウッパーマンはね、パーマンはでも1枚ずつ使われてるんで、パーマンが3枚やもんですね。うん。なるほど。大体上がるときはドラってことですね。4分の3で。あ、つかんだ。あ、これ。これ、イラストいくってことは、結構イーソー放流しそうですね。そうですね。さっき、自分で切ったイーソーですもんね。うん、チートイツ狙ってる角谷は。イーソーいきそうですね。でも、これ以上、傷を負いたくはないって思いますけどね。うん。まあでも、順位点失わないんで、なんか、まだ押しやすかったりするかもしれないです。なるほど。ね、順位点落ちると1着上2万点ですからね。あ、これでいいそうだ。これでいいそういきますよね。うん、まあ、リーチのみ。まあまあ、今のところリーチのみ。今のお安いんでね。あ、事件事件です事件ですめちゃくちゃ嬉しいですか。1万2000。リーチ浦さん、今ぐらいに1万2000。あららら。コムロボンって言われてるやつが出ましたね。トンバもナンバもワンツー報じる。これは。今村さんに。これはちょっと。どんだけニヤニヤしてるんですか、ちょっと。もう本当に。コムロの2枚目。今絶対こっちにカメラ映さないでください。このフリいります。これは。レンちゃん、何の2曲1本バドラが打ってるんですね。これは、こう2着から落ちる可能性は出てきましたね。これだって今、マイナスになった。そうですね。むちゃくちゃに、なんか今、なんか、机に計算書いてます、なんかもう。書いてない。なんかもう。計算して、あんま意味ないから、ね、今計算しても。ニヤニヤしてますね。今、マイナスだから、みたいな。マイナス 67.4 か。ニヤニヤ。もうね、ニヤニヤがもうね、たまらんすね。いや、でもこれで結構、角谷さんも、しびれる戦いになりましたね。まあ、現状で割ると、うん、まあでも、ね、150なんで、まだやっぱその西村と100ポイント空いてるんで、ね。いや、全然大丈夫でしょうけどね。うん、まあ、小室がトップ取らない限りは大丈夫ですね、うん、次は。小室さんトップは割とまだいいんですよ。三つ越え3位までいけるんで。いや、最終戦でやっぱり直対になりたくないじゃないですか。うん、直対で100ポイント差はね、結構。無理ですか。お顔を他に取らせたらいいんで。ああ、なるほどね。トップを取らせればいい、まあ、そうですね。みんなトップ、普通に打てる、条件でね、ご祝儀の、最終戦は麻雀なんで。ああ、ご祝儀ね、はいはい。結構ね、グリーンリーグ出てる人はみんな仲いいですよね、うん、その団体違えど。なんかそうですよね、まあまあ。まあね、プロになる前からみんな知ってたりとか。そう、そういうのでね。ばっかり結構。そうです、みんな知ってますね、大体。そうです。いや、まあね、それ関東は仲悪いっていうリスクいや、わかんない。関東はわかんないですけど、関西はなんか団体一緒だから。知ってるじゃない、今の。いや、その、今コメントいただいてたんでね。ああ。この団体とね、こんだけ知ってもあんまり言えなくていいねって言うんですけど。いや、びっくりした。急にディスり出したんかなと思って。いや、うん。関西はいいねっていうか、関東も多分、みんな仲いいと思うんですけど。もうフォロー必死やん。いや、なんか、いやもうね、僕がちょっと喋るとすぐなんか誰々ディスったって言われて、すごい損の立ち回りしてるんですよね。うん、マージャン見ましょう、もう、マージャン。何も見てなかった。うん。とりあえず、サパサピンが上3色やってたのだけ見てました。ドラがウーピン。なんかウーピン多いな、ドラが。そうですね。うん、だから何ってこともないですけどね。まあ、使いやすいです。まあ、ちょっとこの、僕、すごい怒られてるコメントで勘弁してください、本当に。断りって難しいもんね。悪気は全くないんで、そこだけご理解いただけると、本当に嬉しいです。うん、パーピン引いた。チートインするか、6チッパにするか。うん。6チッパが3万、2万とか。あ、両方見て。2万とか引いてもいらないみたいな。あ、チートインに決めました。チートインに決めましたね。今村は何出たら泣かないんですかもう。泣くそうですね。泣くんですかねやっぱり。あ、でも、もうちょっと高い手になるのかな。どうなんでしょう。安い手ではあんまり連チャンしてもっていうふうに考えるのか。ドラドラ。ドラドラ。何切りそうですか、何出そうですか、泣くのか。泣かなかった。まあ、チートイツがね、やっぱ一緒に。そうですよね。チートイツがあるんですよね。泣くにしても。そっか、チートイツの方が。あ、ドラギーこれでチートイツ決めかな、まあ、ただ、こうなると、津田さんの方に、ドラドラ入ってるんで、うん、そうですね。かなり上がりづらくなりましたね。アサピンはトン切っ
で、まあ、ロコブロックですね。あの、うん、そう。うん。確かに、麻生さんはね、今、関東で今、活躍されてる。麻生さんもこう。そうなんですよ。麻生さんいないと、こういう感じになる、ね。うん、なる、そうね。そうです。やっぱ、司令塔ですからね、あの、グリーンリーグの誇る。うん、公認候補で解説席の人のおすすめは、あ、この間ね、高橋ジュリさん、ね、そうですね、ジュリさんがやってましたね。うんうんうん、まあね、誰か逆にこの人に来てほしいみたいなコメント書いててもらった津田さんがそれを見て、そうですね、候補に上がるかもしれないんで、うん、渡辺奈美さんとかすごいおしゃべり、なんかおしゃべりというか、よくしゃべりますね、よくしゃべってくれて、すごいなんか、まあ楽ですけどね、明るい感じでいいですよね。うん、まあ、美咲さんとかもね、あ、美咲さんは結構喋りますね。うん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 。麻雀もめっちゃ好きだし。うん。菅さんがイーソヒって調校してますよ。まあなんかメンツ店に未練があるんでしょうね。チューン内定の。そうなんですか。なんかキートイチにはヤンソーがもう三切れなんですよね。でもヤンソー切れないってことは1日3を春通で使いたいからってことです。あ、でもちゃんと切れますよね。切れますよね。まあ。うん。うん、みんなチートイチやってない？確かに。うん、チートイチ。3人チートイチですか？朝ピンだけなんか3色やってる。うん、そうですね、ここだけ。ちゃんとシャーチャーでしたっけ、なんちゃですよね。いや、なんちゃなんで、もう3色。Q1 で引っ張ってますね。うん。あ、経験率も高めたいんでしょうね、もう。なるほど。なるほど。そういうことだから Q1 を引っ張ってるのか。守備はね、まあ、シャーが1切れで入るんでね。はいはい、なんか変、すごい曲ですね。あ、じゃあこれどうすんの？あ、Q1 切って取らない、まだ。まだ取らない。まだやっぱ上がりたいけど、まあね、うん、まあ、ここで Q1 切っても転敗チャンス6勝。あ、残った。うわ、これどうします？これもき、切りたい、ね。ヤンマン握り、イーマン握り。なんかイーマン、あ、メンツ店に向かうんだ。またもう一回メンツ店に。関連はいいと思ってるんでしょうかね。どう？二人はマンズ全然情報ないですよね。確かに。マサピンからはね、出そうっていうのは、あ、もうこれ3枚いたと。なるほど、ヤンマンね。マサピンの仕掛けどう見る、想像っぽく見えないですよね。トンナとスーピン、ローピン、9万が手出しますよ。まあ、手出しはね。そう、想像下の方、ジャンソンもないし、結構ないっすよね、ハイガー。ないな、想像下は全くないな。3枚か。なんか足りない感じはしますね。ね、役牌はでも結構見えて、チューンも何も見えてないですよね。うん、チューン、あの、カンツから切ってるバージョンとか。シャーもそっか。なんか1枚しか見てないのが結構多いんで。うん、本一って感じですか、あるとしたら。あ、ローマン鳴かず、まあ、リャンマンがもう3枚切れたんですか？ 4 枚出たんですか？リャンマン4枚出ました。あと上がりたいから。4枚出ましたね。うん、おっと、スワンコイシャンってなった、ね。リャンピン、ローピン、パーマン。ローピン1枚出てる。パーマン1枚、うん。でもね、ニャンピンもローピンも誰も使ってないですよ。ニャンピンも1枚かな。山に1枚ずついる。パーマンもいるんだ。どれも1枚ずつかな。うん、これで上がったらかっこよすぎる。うん、宇宙を見たいですね。うん、あ、ナン。ナンはでももう泣けない手組みになってる。はいはい、ここが。さあ。パーマンはサピ持ってたね、確か。そうです。7、8、9のやってましたよね、3色。パンワンはないのか、ごめん。パンワンは。パンワンって切れてるんですか、1枚、1枚。あ、1枚切れてるんで、パンワンないですね。パンワンないですね。うん。ピンと、ジャンピンとローピン。ローピンが1枚です。1枚だろうね。こう引っこか。あ、引かない。うん。テンパイすらしないね、これ。うん。全員ノーテの可能性も。ローピンの9ピンからスライドか、もう3色にこだわると上がれないんでね、うんうん、全員脳点もある、全員脳点ですね、これありえそうですね、確かに、これあー、テンパらない、ここがテンパるかどうか、テンパらない、こっちの方でしょう、ここもテンパらないですね、テンパらないですよね、しょうがないです、テンパらないですよね、もう全員ノーテン、全員ノーテンですね。なんか意外な結末だった。そうですね。こんなことなら
転売取ってよかったって、うん、アサピンが微妙な順目ですもんね。いやー微妙ですね。まだアサピンはね、あ、どうしました、14だったら取り3段目、13超えて3段目だったら、うん、捨て牌が14だったら取りそうでしょ、うん、取りそう。13でもアサピン取りそうなイメージなんですけど、うん、なんかオーラが見えたんじゃないですか、叩くないで。オーラをすごい気にするって昨日言ってたんですけど。そんなうちだったっけ、うん、オーラとかコスモとかガイアとか宇宙とかもよくわかんないですね。中二かって言うんですよ。いや、ほんともうね、すごいんですよ。え、あ、なんの3曲そうです。朝ピンの親ですか、もう。うん、朝ピンの親。めちゃくちゃサクサクいきますね。うん。タイさんはちゃんだけ。うん。朝さんもピンク系で。アサピンもちゃんだけなんですけど ね、まあ、ただドラがローソなんで、ね、そうですね、あ、まあ、確かにヤクヤクドライチになったらいいですけどね、うんうん、やっぱりヤンハンとサンハンって結構、うん、そう、まあ、サンハン、ヨンハンももちろん大きいんですけど、はい、うん、やっぱサンハンからヨンハンもなかなか効率のいい打点の上がり方するんで、そこを目指したいですよね、うんうん、日経だとしかもね、ちょっと目指せないし、これでいいね。ちょっとね、高谷さんが数ワン数差なんでね、ピンズかもしれないんで、あ、6万いきましたね。あ、これは、あれですかね、ピンズに行く可能性も残したってことですかね。リーチ行くんじゃないですか、リーチを目指して。パーピンとかキューピンとか入ってきた。パーピンとかキューピンとか入ってきたけど、ローソン切っていっちゃうってことですか、もうあるんかな、本当な。いや、朝ピンは、いや、朝ペン3ピン払うと思いますよ。うん、ペン3ピン払う方ですか、もうペン3ピン払いますか。はい、ペン3ピン払って、うん、もう、両面両面の日着ワイドライチにすると思います。ローマン、うちはローマン、ローマン1はね、ちょっと分かんなかったですけど、うん、なんか新品切りそうだなって思いながら、あ、佐さんも何号も統一で、佐さんもう一緒くなっちゃうんですよ、動かさずもうすぐですよ、ガンガン行こう、みんな揃ってるな、うん、おお、わかりやすい、一番わかりやすい形だった、うん、リーチ初トライチ、うん、高いですよね。残り3枚。テンパネ。テンパネは関係なくないですか、ね、もっと漫画だし。積もった漫画ですね、確かに。本当だ。谷さんはね、寄せないな、これは。二人一面ですからね。そういうすごい教え、今までに僕はたくさん目の当たりでしたので。高さんはどうするのか、高さんは押す必要がないですよね、数層とかももう、うん、全然行く必要がないんでね、今まで見てたらもう、まあでも行ってもね、別に打っても全然大丈夫なんですよ、ね、大丈夫ですけど、親ですからね、打つ必要がないですよね、アスピンが。須田さんはなん主催者的な意見です。早く終わらせたいとかで、降りてもどうせ連チャンするから、打って早くこの曲終わらせたいって思う。なるほど。早く終わらせたいとかある。いや、何してもだっていいじゃないですか、須田さんって。まあ、許されますね、今。どうするんですかね。こうすな。賞金はね、18回戦だけ出るので、うん、この回戦はね、うん、あんまりというか、まあ、結構この組は割と消化試合に近いっちゃ近い。片谷さんだけちょっとね。ウーピンは現物ですね。3万はと。ウーピンは現物ですね、確かに。どういこうか考え、どっちからいこうかとか、そっち考えてるんですかね。ウーピン、現物切って、両ピンがね、もう3枚見えてるんで、うわ、きついですよね。ローピン、うん、チーピンギリギリ。ピンがないのか。今村は結構やる気ですね。やる気ですね。まあ、形がめちゃくちゃいいんで、うん。めちゃくちゃいいですね。3ピンと E ピンもまあまあ打ちやすいですね。これで筋と筋。うん。3一って払っていく、いきそうな感じか。ローピン切れて。ボスは顔を見せない。うん、お、数層はドラマタギ。数層は切らないと。あ、行きましたね。行った。もう、わからないですね。何しても自由の人の。まあ、押しましたね。そう。何事だってなりますよね。うん、結構ね、取った後ですもんね。うん、ピンズ
4567と、うん、ピンズの両面なくて、うん、ソーズがまあうっぱっそうなりましたね、これで、ね、うっぱっそう、ソーズがうっぱっそう、マンズが、マンズは、うん、リャウマンとマンズマンズか、うん、結構ね、めちゃくちゃ少なくなってきてるよ。まあでも後継かどうかはね、ちょっとわかんないですよね、うん、あの支配、まあね、ターン選択入ってるわけでもなく、うんうん、テンポらない、広いけど、広いですよね、4と7ですもんね、ロケット。あ、これ泣く、泣くか、何チーワンですか、泣いて、でもリャンワンきついんで、リャンワン勝負します、白弾もどっちも取ってなくて、ランは勝負、泣いたらテンパイ取ると思います、テンパイ取りますね、うん、おー、いった。いった、いった。いきましたね。なんと、白は、何が山ですか？白はもちもちですもんね。そうですね。何が。白は、そうですね。赤ピンのヘッドになってるんで。ダブなんですよね。うん、ダブなんです。もちもちのことタッチって言います？言わない。タッチ？タッチ。言わない。タッチ初めて聞きました。あ、本当ですか。なんか、そうやって言う人が。あ、ラスト行って、数万かける1ですね。ですよね、うん、2枚対、ウッパソーはまだ減ってないですよね。手配にまだ2枚しかなくて、2対3ですね。アサピンはこういうのを負け続けてきましたからね、今シリーズ、うんうん。なんかもうかわいそうだなっていうのは。最後ぐらい勝たせてあげてほしい。アサピンはでも18回戦勝ちたいって多分、本気で持ってると思いますよ。賞金がね。昨日もやっぱ親利にそんなにやっぱみんな受ける展開がすごい少ないですよね。結構親利に押し返す。みんな押し返すんですよ。あ、あ、掴んだ。ああ、今季を象徴するような。象徴してますね、メンタン。ピンドラウラ。あらら。こういうのは何年も厳しいですね。なんか二人に押し返されてみたいな。そうですね、全然悪くない。親でね、先生、リャンベンリーチして、そう、押し返されて、押し返されて、まあまあ押し返されて、数層ウーマンとか、かなり押し返されて、かなりですよね、ウーマンとか。あの運量貯めてね、やっぱ18回戦に、ね、今日は全神経をね、もうそこに注ぎたいですから、オーラスですね、これで。なんかあんまりこのみんなどうこうしたいとかが、津田さんも別に3着でもね、一緒なんで、なんかトップ狙いに、あ、でも手配的に、まあまあいいですね。うん、4連携と、イピニャントで想像で46とか違う。まあまあ。ドラがロソと一緒やから、うん、いや、ドラドラ。うん、ね、なんか普通に上がりに、そうですよね、普通に上がりに行きそうと。うん。アサピンはどうですか、やっぱ、これぐらいの差とやっぱ2着、一応は見ますよね。今村は見そう、ね、もう上がって終わらそうって感じですか。そうですね。なんだ上がったら2着か、アサピンは。アサピン、ペイチャでペイが統一です。うん、ペイが、で、1枚目はする。うん。うん。で、じゃあ、狙ってますね。ある程度の点数を。ドラチーズを引いて、引いてこう引きましたね。これどうするのかな。一応、アサピンと津田の点差が5800点差。あ、じゃあ264。ってことは、うん、4%差ですね。52でいいか。やっぱまあ、1200とかですか、ね、うん、ことはいい判つけてリーチして積もるみたいな感じですね。うん、あ、うそ、ドラ表のぞきましたね。あれ、ドラ、あ、あれドラ、ドラ表示、あ、ドラってやんそう、あ、ドラやんそうなんだ、ごめんなさい。なんか、勘違いしましたね。表示がちょっと。あそびにドラドラになったんだじゃん。フェードラドラ。フェードラドラならないと思う。ないって直、手も直のテンパイはね。ですね。テンパネはちょっと厳しそうですけど、なんかでも、フェドラドラをまっすぐに行こうっていう川ではしないですね。そうですね、川は。一応、国士、うん、は見てますね。うん、お、津田さんは、単葉になりました、手配が。ここも、三層がね、移動受け、ドラッシュ、あ、パーソッチ。うん、なんだなんだ、チャンタ、チャンタ、リャンソがね、まあリャンソを統一にしたいですよね。でも
あ、でも、こいつ、こいつだ。こいつだったらね、こう漫画確定、漫画以上確定。あさぴん、そっか、今村さんは一応、晴れ間を出ないですよね。だドライドの本一はちょっと怖いんで、アシストしづらいですね。なるほど。でもこんだけ想像持ってるんですよね、自分が。はい。これも一応やめときます？チュンハツが握れ、シャア握れで、ペーポンだから、トンナンハフが見えてないんだ。あー。行こうか。行こうか。行きましょう。まあ、積もられる分にはね、着順変わんないんで、バイトも大丈夫で。振り込まなければ大丈夫なんでね。なんかね、E1、Q1、国士から思いっきり本一行ったんだなっていう感じの川ですね。今 E1、ポン出しの E1 と、今手出し Q1 なんで。なんか確かに残ってる手配も国士の跡が残ってるハッシュでしたからね、うん、なんだろう、なんか一直線でドラドラの1000、2000作りに行ってないんですもんね、うん、あ津田はイーシャンテン、関数ピンとウッパーマン、うんうん、もうイーシャンテンなんですよね、チートイツの格闘にも。そうですね、ここはドラドラのペンチーマタブロスを、ここもイーシャンテン、形でペンチーマ払えますか。ペンチーマ払えますね。作品はちょっとこのままだと形式転売も取れないです、うん、とてもじゃないですけど、形式転売むしろ目立ってないですからね。3、4人は一番形悪いっていう2個ないっていうの、ね、3は、うん、3は残さなかったんですね。パーピン切って目いっぱいに受けるか、ヤンピが3枚入れなんですね。なるほど。ああ、そしたら1ピン積もりますか。もう1ピンでいいかな。3号がジャンとなったら6、9ピンもすごい弱くて。そうですね。うん、6ピンも3枚。そうなんですよ。なんとも言えない。2ピンはね。まあ、2ピンがないんで1ピンは3枚開いてなんだよね。あ、テンパイじゃないか。ヤンマン。ヤンマン、貫通。貫通った。これ、どうする？貫通？そうしたらチートイズはなくなるんですよ。チートイズはなくなるんですけどね。チートイズはないんで。まあでも、着順アップはもうないんで。そうですね。着順アップはないんですよね。もう数素三層とかいきます。もうサブローマントリアウンソンで。リーノミですけど。サブマンが3枚見え、ローマンが1枚見え。そのつ、まあ、ね、上がりだけだったらそのつもぎとか。あ、カンした。カンした。カンだ。まあ、スワンコウもね、うん、ありますからね。そう。ドラが吐く。吐くは場に0枚。まあ、リアンソでも持ってきたらできちゃうし。サッピンが1枚持ってる。カツは握り。うん。あ、普段からスーワンコ見てるのか。見てます。スーワン残してますもんね。うんうん、パーソー、さすがにちょっと絞るか。でもチーソーが4枚見えてるんですね、今村さんの目から。うん、あのパーソーはじゃあ、縦にも当たらない。短期にも当たらない。あ、チーピン来た。うん、パーピンですかね。全然違いますもんね。確かにパーピンかな。パーピンじゃないですか。6、9ピンパーピンもね、全然強い。あ、3ピン切りました。モッパーマンと、みたいな感じですか。ここが何を引いた？何を引いた？何ですかね。何ですね。あ、おパーマン引いた。さあ、これリーチか？うん、リーチ。リーチ。お、6、9ピン、パーピン。うん、1、2、3、4、5、6、7。7枚と8枚。9枚、10枚、11枚、1枚、1山だ。なんかが1枚いますね。9ピンだ。9ピンが1枚山。9ピンが1枚山にいます。まあ、目に見えてね、薄いんで、あの、ローピンが残り1枚と、パーピンが残り1枚と、9ピンが残り2枚ですよ。で、1枚ずつ使われてるんですよ。6と8と9が。8がね、あ、そう、8で1枚使ってるから。見た目的にはね、すごい安くて良さそうなんですけど、安すぎるともう売り切れてるんですね。安すぎて売り切れです。まあでも1枚あるんですね。キューピン1枚。うん。カムテンさんは何を引いてないか。ウーワン引いた。はあ、はあ。まっすぐ行くとその酸素だけど、さすがに両方。酸素は筋か。マンズもね、全然、ね、怖いし。サピンもいますしね、本に。何も。そうですね、サピンっぽいですもんね、確かに。ドラはね、リアン層なんでね、酸素が5系絡み当たることもね、換酸素、変酸素はないですけど、イーストが4ミリ。換酸素か。どうですかね。これ、ねえ。サブローマンも全然良くないのか。3万ワンチャンスで、スワンコウの6ブロックみたいな。
酸素成分。まあまあ、まあ、安全度的にもそんな悪くないというか。何なんかな。どうせ朝ピンでしょってなってる。何持ってるとしたら、ね、うん、なんか、まだしかもまだ、そうですね。出ないかと。なんだ。うん、なんだね。うん。うん、パーツがまあ完全やっぱり。朝ピンは、あ、ハック重なっていい。あ、ドラだ。ドライ、ドライ。ドラドラ。新ドラですか。いや、ハクはね、山にいるんですよね。ハク山々。ハク山々ね。ハクが山々。フェンチービーは空手ですか。フェンチービー。あ、チビもいる。あ、キューピン掴んだ。あ、降りた。まあ、降りますね。ったね。いや、まだ針の穴通す流れがある。ありますよ。相手も待ち1枚ですからね、なんせ。あ、ダメだ、チーピン間に合った。チーピン間に合った。チーできないし。間に合った。あ、あ、サボローマン。これで、まあ、リーチか。でも、スナンコ行ってるよね、スナンコで。リーチか。リーチか。あ、いた。カウラもあるし、うん、サボローマン。アサミ3万が浮いてる。6万が1枚山にいますか。第1対1です。あ、1対0か。1対0。何これはね、放獣しますね。これ、ハクかパーピンかキューピンキュー。いや、白白とかですか。あ、パーピンがでも。パーピンじゃないですか。パーピンが。これ、パーピン出そうですよね。パーピンで放獣しそう。ですね。さん、パーピンですね。うんうんうん、普通に。メンタン。うん。メンタンで詰めはいいけど。確かに。メンタン。済んだ。あ、済んだ。済んだ。よかったね。朝ピンからスダに3900リッチタイヤを。はい、うん、厳しいな、うん、厳しいっすね、今のパーピンとか。今でもパーピン以外切るもないから。ないっすね、パーピンですね。実際に、だってドラのリアンソーかハクか、当たり前の3万とパーピンとキューピンと、今、こっちでチームアンスもね。厳しいな、今のは。二巡だったらハク行くとかもあるかもしれないですね。あ、残り二巡だったら。なんか、うん、どうせパーピン行っても次また選ばないといけないって。で、ワンパイも多いから、一巡しのぐのもすごい価値でかいんですよね。うん。危険パイってかなり今限られてたんで。で、オーラスの一本はドラガパーソー。白で言うと高いっすもんね、だって、確実。うん。そう、白で打つと、まあ、しかも缶も入ってて。うん。パーピンは、うん、ドラ1。着アップするには、マンツモじゃダメ。うんですね、もうでも3着、うん、もうしょうがないですよねっていう考えで、うん、角谷さんも手配いいんやけどな。あ、角谷さんも終わらせに来たから。そうですね、まあそうですよね、もう着順変わらないですからね、ちょっとでもという感じですよね。松田さんも無理に上がりに行かない感じかな。まあ行くか、でもいいよ、これは普通に上がってもらって、上がりそうですね。ニャンピンとジャンプが早いですね。うん、早いですね。これは。親もチュンチャンパイ多いけど、ゼロメンツ。あ、これで、これと選択ありますね。まあ、3ピン切ってくっつきにするのが一番手広いですが。今のところ。今、そうですね。ワンズは食い伸ばししづらいですもんね。3万以外は全部受けで。ソーズはね、2面。1を切りました。朝ピンも、うん、変な顔してますね。変な顔してないような感じだった。変な顔してますね。変な顔本当に何をしていいのか怒られるよ。山村さんもまあまあ、いやもう早いですからね、うん、両面両面ですから、うん、まあこの曲で終わりますね。これはそうですね、ここがもう圧倒的に早い。はい、ここも早いですけどね。ドラ打ちましたね、もう、うん、そうですね。うわ、こうなると一応じゃないじゃん。うん、なかなか怖い。うわ、つもぎりスライドせず、どっちがいいのか。俺の現物残したんですかね、一応。一応、うん、あんまりなんか降りるイメージないですけどね、これぐらいに手からもう一時来ても、まあ、リャンマン手配するとやっぱちょっと傷ですよね、うん、なんか情報は
まあ、パーマ投資やスクールよりも、ヤンマンスライダーする方が、どっちかって嫌って感じですか？まあ、関連してるのがね、イワン・ヤンマンがね、続けて打たれてるとペン3万払ったってあるんですけど、これね、間に Q1 とペイつもぎってるんで、それに関連。あ、3ピン待ちにした。うん、スチーソーに受けず、まあ、スチーソー目に見えても4枚見えで、1枚しか差がないのか、うん、3ピンはね、あ、3ピン以外の2人はね、E ピン切ってる人と2ピン切ってる人がいて、まあ、かつ、なんかとワンチャンスだと切りやすいと、スチーソーは4ピンはいらない、3ピンか。なんか返したい牌もあんまり、うっぱそうもちょっとね、なんとも。で、牌短期は朝ピンが持ってそうだし、ちょっと。なんか微妙、想像はやっぱ微妙なんですかね、もう枚数が。あ、頑張っちゃう。いいじゃんっていうか、頑張ってに来てる。うん。貼らないですね。一寸マントッパーマンが薄いんですよね、ウッパーマン特に。津田さんが4枚5枚持ち。そうですね。アサピンは E1 切って。あ、テンパった。あ、やっぱサブローマンだ。サブローマンテンパっちゃった、うんうんうん。3ピンが出た。3ピン出た。アサピンが2人で1000は1300。はい。はい、これで一半ちゃん目が終了して、トップが今村、2着津田、3着アサピン、4着角谷となりました。そうですね、角谷がちょっと、もうさ、ニヤニヤが止まりませんね、ねでも。いやいや、何もそんなこと。2曲も1万2000円はもう冷静に見てるだけです。いやいやいや、客観的に、あくまでも客観的に見てる。神々じゃないですか、もう。動揺が白しきれないですよ。動揺が白しきれない。次が2回戦で、あの対局者ってもう揃ってないんですよね。ちょっと、まあ、休憩して、どうするか。そうですね。まあ、1着が、これで着、どうなったの点数的には。点数的に、角谷さんが今マイナス67ぐらいのラスで、ね、67ってことは、はい、トータル150です。167ぐらいだから、140です、ね。140か。そしたら小室との差は50ぐらい。僕がもしトップを取ると角谷さんと入れ替わるかなぐらいですね。ですね。そんな感じになっちゃいましたね。小室さんトップのバージョンはね、角谷さんはそんなに悪くないですよ。悪くはないか。どっちかというと、うん、西村さんトップ、小室さん2着とかで、先に角谷さんが打たれてポイントを合わされる方が嫌かもしれないです、ね。3位内に残る分にはね。そうです、そうです。3位も一緒なので。うん、その分にはね。競ってる場合は、3位の方が有利なパターンもあると思う。うん、なるほど。それは言えるね。2、3、4競りで、うん、やっぱ競ってる2着が先に打ってラストが引くと、うん、そこにポイントを合わせられて、うんうんうん、最初が1、2、7、8が打つから、はい、打ちますね、最後が3、4、5、6のね。そうですね、うん。逆に合わせる分有利って考えることもできる。競ってる場合ですね。うんうん、やっぱり離れて、縦長はやっぱ3位だけ狙われるっていうちょっと不利なこともありますので。はい、なるほど。うん。そうですね。はい。さあ、一応、休憩ですか？ちょっと。そんな休憩でいいのか？あ、角谷さん、はい。まだね、まだ今、はい、配信。そうなんかありました。はい。はい。休憩いきます。休憩に。はい、じゃあ、ちょっと対局準備しますので、しばらく。休憩しますので。そうです。はい。お待ちください。はい。